おはようございます。こんにちは。こんばんは。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。アクラン州カリボ市長が未成年者の厳格な夜間外出禁止令を命じる。アクランとはフィリピンの中部ビサヤ地方にある州の一つです。カリボ市はアクラン州の州都であり、同州の経済、文化、行政の中心地として機能しています。アクランは美しい白い砂浜と青い海が広がるビーチリゾート地としても知られています。またアクラン州にはボラカイ島という有名な観光地があります。フィリピン、アクラン州のカリボ市の市政府は未成年者に対する厳格な外出禁止令を5月9日水曜日から発令し、未成年者による犯罪の深刻な増加を理由に挙げました。市長のジュリス・スクロ氏は外出禁止令が午後10時から翌日の午前4時までとなることを発表しました。行政命令44号によると、10時から4時の間に起こった財産犯罪や人身攻撃事件の統計データには、犯罪者のほとんどが未成年者であることが示されており、これは深刻な問題である、と警察当局の記録が引用されました。アクラン州カリボの市政府は、未成年者に対する厳格な外出禁止令を発令しました。カリボ市長ジュリス・スクロは、5月9日から翌日の4時まで未成年者の外出禁止令を発表しました。警察記録によると、10時から4時までの時間帯に犯罪が増加しており、犯人のほとんどが未成年者である、ということです。また、夜間の学校関連活動については、9時半までに制限されることになっています。ただし、活動が翌日まで続く場合や、会場がキャンパス内に限定される場合には、外出禁止令の適用はありません。未成年者が保護者または保護者と一緒にいる場合も同様ですが、警察当局が保護者または保護者が主張する人物が本当に本人であるかどうか疑わしい場合は、警察が関係を確認することができます。最近カリボ市内で発生した2件のスリング暴行撃事件を受け、市長は命令を出しました。トライシクルの運転手が乗客を待っていた際に首を直撃され、10代の少年が食べ物を買っている最中に足を撃たれました。犯人の22歳のジオクアレスは、水曜日にカリボ警察に逮捕されました。カリボ警察署長のリッキー・ボントゴン大佐は、クアレスのグループはターゲットを見つけられなかったことに失望しスリングショットを乱射したと述べ、クアレスは自分が攻撃の責任を持っており、トライシクルドライバーや少年は本当の標的ではなかったと発言しました。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録といいねボタンのクリックよろしくお願いします。私のやる気のバイタミンになります。よろしくお願いします。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。